ルカの福音書22章さて、杉越の祭りと言われる種なしパンの祭りが近づいていた。最司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのである。ところで、十二人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは言って、 祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。ユダは承知し群衆がいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。杉越の子羊がほふられる種なしパンの祭りの日が来た。イエスは杉越の食事ができるように 行って用意をしなさい、と言ってペテロとヨハネを使わされた彼らがイエスに「どこに用意しましょうか?」と言うとイエスは言われた「いいですか都に入ると水がめを運んでいる人に会いますその人が入る家までついて行きなさいそしてその家の主人に弟子たちと一緒に杉越しの食事をする客間はどこかと」 先生があなたに言っております、と言いなさい。すると主人は、席が整っている二階の大昼間を見せてくれます。そこに用意をしなさい。彼らが行ってみると、イエスが言われた通りであった。それで彼らは過ぎ越しの用意をした。その時刻が来て、イエスは席に着かれ、人たちも一緒に座った。イエスは彼らに言われた。 私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います。杉越が神の国において成就するまで私が杉越の食事をすることは決してありません。そしてイエスは酒を取り感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り互いの間で分けて飲みなさい。 あなた方に言います。今から神の国が来る時まで、私がぶどうの実からできたものを飲むことは決してありません。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを先、き、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、 坂も同じようにして言われた。この坂は、あなた方のために流される、私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が、私と共に食卓の上にあります。人の子は定められた通り去っていきます。しかし、人の子を裏切るその人は災いです。そこで弟子たちは、 自分たちのうちの誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。また彼らの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。違法人の王たちは人々を支配し、また人々に対し権威を持つ者は守護者と呼ばれています。しかし、 あなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者の,のようになりなさい。上に立つ人は休仕する者の,のようになりなさい。食卓に着く人と休仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で休仕する者の,のようにしています。あなた方は 私の様々な試練の時に一緒に踏みとどまってくれた人たちです。私の父が私に王権を委ねてくださったように、私もあなた方に王権を委ねます。そうしてあなた方は私の国で私の食卓について食べたり飲んだりし、王座についてイスラエルの十二の部族を治めるのです。 シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら、老であろうと、死であろうと、 覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度、私を知らないと言います。それからイエスは弟子たちに言われた。私があなた方を、財布も袋も、履物も持たせずに使わしたとき、何か足りないものがありましたか彼らは、 いいえ、何もありませんでした。と答えた。すると言われた。しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じように袋も持ちなさい。剣のない者は上着を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は不法な者たちと共に数えられたと書かれていること、それが私に必ず実現します。 私に関わることは実現するのです。彼らが、主よ、ご覧ください。ここに剣が二本あります。と言うと、イエスは、それで十分。と答えられた。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来ると、イエスは彼らに、 誘惑に陥らないように祈っていなさい、と言われた。そして、ご自分は弟子たちから離れて、石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。父よ、見心なら、この酒好きを、私から取り去ってください。しかし、私の願いではなく、見心がなりますように。すると、見使いが天から現れて、 イエスを力づけた。イエスは苦しみも耐えて、いよいよ説に祈られた。汗が血のしずくのように地に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか 誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。イエスがまだ話をしておられるうちに、みよ群衆がやってきた。十二人の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。しかしイエスは彼に言われた。ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか イエスの周りにいた者たちは、ことのなりゆきを見て、主よ、剣で切りつけましょうか、と言った。そして、そのうちの一人が、大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、そこまでにしなさい、と言われた。そして、耳に触って、彼を癒された。それからイエスは、 押しかけてきた祭司長たち、宮の守衛長たち、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って出てきたのですか。私が毎日、宮で一緒にいる間、あなた方は私に手をかけませんでした。しかし、今はあなた方の時、暗闇の力です。彼らはイエスを捕らえ、引いていき、 大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れてついていった人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたのでペテロも中に混じって腰を下ろしたするとある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にしじっと見つめていったこの人もイエスと一緒にいましたしかしペテロはそれを否定して いや、私はその人を知らない、と言った。しばらくして、他の男が彼を見て言った。あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロは、いや、違う、と言った。それから一時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった、ガリラヤ人だから。しかしペテロは、 あなたの言っていることはわからない、と言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います、と言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。 さて、イエスを監視していた者たちは、イエスをからかい、無知で叩いた。そして目隠しをして、当ててみろ、お前を撃ったのは誰だ、と聞いた。また他にも、多くの冒徳の言葉をイエスに浴びせた。夜が明けると、民の長老会、祭司長たちや立法学者たちが集まり、イエスを彼らの最高法院に連れ出して、こう言った。 お前がキリストならそうだと言え、しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう。私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。だが今から後、人の子は力ある神の右の座につきます。彼らは皆言った。ではお前は神の子なのかイエスは彼らに答えられた。 あなた方の言う通り、私はそれです。そこで彼らは、どうしてこれ以上証言が必要だろうか、私たち自身が彼の口から聞いたのだ、と言った。